お田中雅宏おということは <noise>、はあ、田中雅宏くん帰ってくるねマー君帰ってくるよいやぁ嬉しいねメジャーでガンガンやってねうん帰ってくるこれ、東北ちょうど 震災から10年だよね。東北この10年で、またマー君が帰ってきて、うわー、これは盛り上がるね。うん。確か、えっ、ー、と、2013年だよね。あの、楽天初優勝の時に、最後の試合、最後の試合、出したんだよね。うん、星野さんがね、9回の最後、抑えたら勝つっていう時にね、マー君、確かその前の日投げてたんじゃないかな。 やっぱり優勝は田中だって言ってね。出てきた時のあの感動、鳥肌くるね。そしてまた抑えるんだよね。彼はね、あの、あの年は確かね、2二十4勝、25二24勝だったっけな。2013、24勝とゼロ敗で、もうガンガンに行ったんだよね。で、その優勝の時も、マークが上がったんだよね。そしてバーンと抑えてね。 はい、東博、だからし、震災から3年って、盛り上がるだけ盛り上がって、そしてアメリカ行ったんだよね。うーん、嬉しいな、これは嬉しいな。で、ギャラもすごいね。え、巨人の菅野選手が、まあ、推定で8、8億だっけあ推定ですからね。それをどうも上回るんじゃないかって言われているね。で、短期だ、短期だよね。短期。まあ、1年。短期でやって、 まあ彼の中で、ちょっと日本に帰って、まだ若い、まだいけるいける。短期で一年やって様子見て、もうちょっとするか、もしくは、この、ね、オフにメジャーからまた来れば、いいよってまた戻るかもしれない。まあそれはどうなるか。それはまあ年末にまたドキドキワクワクするだけでいいじゃない。とにかく帰ってくるんだよ。 いやー、楽しみだよね。メジャー仕込みだからね。そして、やっぱりまた楽天に。だから、えっとね、18番だっけな。えー、っと、永久じゃなくて、準永久なんだよね。うん。だからやっぱり、マー君つけるだろうね、18番。はその、節目だよね、節目。東北の震災から10年の時に、またマー君が帰ってきたということは、優勝するぞ ソフトバンクいやーマー君がというね。確かドラフトでもなくて、なんか、いい選手取ってたよね。うん。のはずだよ。いやー、ちょっと見に行きたいね。試合を見に行きたいね。えー、仙台行くか、もしくは、うーん、千葉かな見に行くか。まあ、どこでも行きますよ。どこでも行く。できれば、あのー、 ヤフードームかペイペイドームかなんかだね。こうソフトバンクをバチッと完封とかしてくれると嬉しいね。彼は、えっと、巨人のキャプテンの坂本くんとリトルの時に一緒だよね。坂本くんが確かキャッチャーだったかな。マー君ピッチャーで。痛みだよね。うん、痛み。あの辺関西行きとと思います。で、坂本くんは青森に行き、マー君は自分で、自分、自分で、ええ、行ったんだよね。 はい、北海道に行ったんだよ。はい。いやー、楽しみだな。もう、もうワクワクするよね。ということはもう2月だからさ、キャンプだからどうすんだろうね。途中から来るのかな楽天はどこだ沖縄だよね、きっとね。うわ、ごめん。どこだ沖縄かな宮崎かなう沖縄のどっかの島かもしれないね。うわ、またお客さんが、今日、今年ダメなんだよね。行っちゃダメなんだよ。だからテレビで。テレビで。 ねえ、マー君のキャンプを、また盛り上がるぞこれはいいこれはいいちょっとね、うん、できればね、セリークに来て欲しかったんだけどね。まあ、きっと無理だろうけど、阪神に来て欲しかったんだけど、まあ、まあいいよ。楽天で。そして、もう僕はもう考えてるの今年の決勝だよね。決勝、もう CS の決勝で、ソフトバンク対楽天で、 楽天で3勝3敗になって、最後、マー君が出て、完封で、やっぱり楽天だーっていうのを想像したいね。いやー、楽しみだね。早く、早く帰ってきてください。はい。あの、もう、全員が、全員が待ってますんで、野球をまた盛り上げるために、全員が待ってくる。そして、交流戦でね、坂本対マー君っね、元々のチームメートで、うわー、メニューかぶれ、なんか今日、 ちょっとバタバタしてなかなかアップできなかったけど、こんな楽しい話ができるなんて最高です。はい、マーク君頑張れ、応援してるぞ。小西の駅でした。いや、この勢いでチャンネル登録もよろしくお願いします。では、また明日、小西の駅でした。